このメーカー結構知り渡ってるメーカーなんですか。これ有名ですよね。本当に古い、知ってる人しか知らない感じなんですけど、40代とか50代の人が、お、当時履いてたよみたいな。でもこのデザイン秀逸っすよ、これ本当に。3ピースになるんですか。ゴールドピアスがついてる。そう、ゴールドピアスってのがあった。そこがいいっすよね。これを、ホイール交換するのにさ、これ鉄ですか。アルミだけど、これ取って、これを取って、やっと出てくるんだよ。次、あ、アルミなんだ。今のホイールプラスチックっすもんね。あ、そうなんだ。そうっす、イミットとかそうっすよ。プラスチック、これが外側がアルミなだけか。すげえ。これ本当はなんかこれ専用の締めるトルクのレンチがあるらしいんだけど、ないかな。ギャッて走ってる時に閉じちゃったらやつね。やばい。専用の品なんてないでしょうね。そんな、なんかそれも出てこないっすね。出てこないっすね。当時もんだから本当。Y31 乗ってる子が持ってた。よく見つけますね、こういうのね。ちなみにおいくら前ですか。10万10万で買えた。君を重婚には買わない。あっ、セルシオ純正オプション23万でしたやっぱり23万で落札ですから。新品は分かんないですよ。いや、分かんないです、新品までオプションと。多分まあそれなりにしたいと思うんですけど、多分それと変わんないです。23万はしないですよね。しないと思う。16とかなんですかね。じゃないですか。今本当高いっすよね。新品が買えれば新品買いたいですけど、ないですもんね。ない。フロントが、ね、詰まればね、もう完璧。ボディもそうなんですけどさ、このフォグの色と。あ、はいはい。あれ、これ復活したの見ましたか。あ、見てない。え、何映るんですか。コーナーポール復活した。復活って。あ、うわ、おすげえ。しかも光ってるし、速度も速くないですか。速い。こんな速いですか。こんな早いんだ。早こんな早いんですか。よく直しましたね、しかし。いや、もう買いました。あ、買ったんですか。たまたまヤフオクで、だいたいヤフオクでコーナーボール付きって出てると、だいたい 3万スタートみたいな。バンバン、いや、かっけえな。だけど俺が見つけたやつはバンパー1万円で、コーナーポールが隠れてて、でも画面の端っこの方にこのユニットが見えて、賭け1万の賭けをして、あ、買いと思って、買っちゃうかと思って買ったら生きてる。いい買い物ですね。もともと配線も来てるからそのままくっついて、でバンパーは余分で余ってるって余ってる。しかも 色違う、ガンメタルツートンだから。すごいですね。買い物上手ですね。ジュマジで。バクチみたいな。確かに。1万でかいっすね。ね、すごいですよね。本当に上手、買い物が。ここがあと20くらい。20出るっつうんだけどさ。今20入れてて、あと20出さないといけないってことは、40入れなきゃいけないってことですよね。ああ、そうですね。40あるんで。そらそら。明日つけるんで。マジっすか。さあ普通に運転できるかっつうね。普通に考えたら、40と60ってもう自分ですよ。いや、そう、なかなか聞かないですよね。いや、でも決まればかっこいいですよ。あ、そうなんですか。シティッキーは自主系だと、フロント11のリア9とかあるんですけど、はい、メッシュだとなくて、まあ、あとフロント決まれば、ね、一通りはね、これで。Thank you.